吉田トム発見動画チャンネルの吉田トムです。今日は東京女学館の修例祭、この大学祭に来ておりますが、もう非常にこう台風接近ということで、残念ながら外のお店は何もなく室内での催しでした。いくつかこの展示を見て回りましたが、この中にこの本来この女学館で収集してます作品の中に、このひな人形がありまして、その中に博多人形があったのが非常に私には懐かしく思われました。私は10年以上その仕事に、この博多人形の販売に携わってましたので、このその全国の土製の土製の人形がある中で博多人形があったということに感心をした次第です。なお中では楽しく皆さん方から接待をしていただきました。お茶もいただきました。どちらかというと店の数が多くてお客さんが少なかったので勧められすぎたというのが今日の印象でございます。東京女学館からお送りしました。車中から撮影をさせていただいております。終わります。